失礼をいたします。令和新選組代表山本太郎と申します。今日はこれからですね、増税ダメ絶対デモを行います。令和新選組主催増税ダメ絶対デモ、サポーテッドバイ福島警察署ということでやってまいりたいと思います。福島の皆さんは景気がいいですか？ありがとうございます。消費税に賛成されている方もぜひ一緒にみんなで声を上げていきましょう。賛成、反対、いろんな声があっていい。みんなで政治のことを口に出す、そのきっかけとしてぜひあなたにもご参加いただきたいと思います。福島も景気が悪い、昨日の仙台も景気が悪い、全国津々浦々あまりにも景気が悪い。それもそのはず、30年もの間日本は景気が悪い国、これは先進国で日本だけ。そこにコロナがやってきた、物価高にもなってる。今やるべきことはみんなの使えるお金を増やして全国津々浦々にお金が回るようにすること。失われた30年を取り戻そう。そのためにはまず減税、社会保険料の減免、そして悪い物価高が収まるまでの給付金をみんなで求めていきましょう。いかがですか？ありがとうございます。それではこの後始まります、令和新選組主催増税ダメ絶対デモ、飛び入り参加大歓迎でございます。まずはデモといえばコール&レスポンス、コール&レスポンスの練習をさせていただきます。マイクを握っていただくのは首都圏反原発連合からミサオレッドウルフネさん、おなしゃーす。消費税ぐらい献金しないで払いなさい。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。みんなでコールをしましょう。消費税廃止、はい、コールいきます。消費税廃止、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 ストップ増税、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 増税ダメ絶対、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 裏金やめろ、裏金やめろ、裏金やめろ、コール&レスポンス、デモ中もこのようなことを繰り返しやらせていただきます。マイクを握っていただいたのは首都圏反原発連合からミサオレッドウルフネさんでした。ありがとうございます。マイクを変わりました、令和新選組代表山本太郎でございます。国民の6人に1人、国民の6人に1人が貧困、それもそのはず、30年の不況にコロナで物価高、それでも事実上の放置プレー、これではこの先中小企業はバタバタ倒れる、さらに不況になっていくのを止めるのが政治、それを動かすのはあなた、この国のオーナーはあなた、あなたと一緒に変えていきたい。ぜひデモで一緒に声を上げていただきたいと思います。1億円以上のお金を今すぐにでも投資に振り分けられるという大金持ち、富裕層が世界で2番目に多いのが日本、そして大企業の現在の内部留保、これはここ10年で毎年10年間毎年過去最高益を叩き出しています。一部の者たちだけはどんどん超えとる、
一方で国民は貧困か。このような格差を作り出したのも政治です。あなたが生きていく上でルールを決めるのが政治。その決められるルールの中に皆さんの首を絞めるようなものはあまたある。だからこそこの国のオーナーのあなたの力を借りてそれを変えていくしかない。増税が必要だったらあるところから取れ、ないところから取るな。税の基本に立ち戻り、みんなで求めていこう。30年に及ぶ不況、そこにコロナで物価高、まずは減税。みんなで減税を求めていこう。消費税を廃止にすれば、あなたの使えるお金は1年で数十万円増える。あなたの手元に税金として納めなくてよい数十万円のお金が増えれば、一部貯金したとしてもあなたは必要なものを買うでしょう。あなたの消費、あなたのお買い物として出されたお金は回り回って誰かの給料になっていくんです。誰かの消費が誰かの所得に、その循環を大きくしていこう。大胆な経済政策で30年、失われた30年をみんなで取り戻そう。令和新選組主催、増税ダメ絶対でも、あなたの飛び入りお待ちしております。裏金議員は逮捕だ。
すぐ逮捕だ今すぐ逮捕だ御用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 だ令和新選組と申します。皆様確定申告ありがとうございました。1円単位まで誠実に皆さんの確定申告ありがとうございました。その一方で自民党の4分の1の議員たちは3000万4000万組と申します。あまりにも景気が悪い時には減税、あなたの使えるお金を増やして美味しい飲食店でお食事をしていただく、そのようなことで社会にお金が回っていく。それを分からずに30年も日本は不景気が続く中でコロナに物価高、今すぐみんなで政治を動かそう。あなたがこの国のオーナー、総理大臣なんて雇われ店長に過ぎない。あなたの声を上げてください。いきますよ。日本という国で6人に1人が貧困、国民の6人に1人が貧困、この状況を変えるためにもみんなで底上げを求めていこう。あなたが声を上げなければ社会は変わっていかない。あなたこそがこの国のオーナー、一緒に声を上げてください。いきますよ。今すぐ減税、今すぐ減税、物価が高いぞ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 、生活厳しい、生活厳しい、賃金上がらん、賃金上がらん、今すぐ減税、今すぐ減税、さっさと減税、さっさと減税、税金下げてけ、税金下げてけ、税金下げてけ、裏金やめろ、裏金やめろ、裏金やめろ、やめろ、猫ババやめろ、猫ババやめろ、猫ババ議員は逮捕逮捕、猫ババ議員は逮捕逮捕、猫ババ議員は逮捕だ逮捕だ、猫ババ議員は逮捕だ逮捕だ、今すぐ逮捕だ今すぐ逮捕だ、ご用だご用だ、国民にキックバック、年金上げてけ、年金上げてけ、
すぎ、税金高すぎ、今すぐ減税、さっさと減税、みんなで減税、とっても減税、減税、お金が足りない、物価が高いぞ、景気が悪いぞ、この間景気が悪い国、先進国で日本だけです。そこにコロナ、そこに物価高、今国が手を打たなければさらにひどい不況がやってくる。あなたの使えるお金を増やすためにまずは減税、社会保険料の減免、悪い物価高が収まるまでの給付金をみんなで求めていこう。福島の皆さん、準備はいいかい？いきますよ。今すぐ減税、今すぐ給付、令和新選組主催、増税ダメ絶対でも終着地点となりました。この後午後4時から入場無料、アンチも大歓迎、おしゃべり会を開催いたします。友達、家族、自分の周辺で政治の話をするのはハードルがあるというあなたの頭に浮かんだことを簡単に喋っちゃってもいい、そんなおしゃべり会が開催されます。アンチ大歓迎、あなたにも来てほしい。場所はコラッセ福島5階、
ホランセ福島5階午後4時から、あなたのご入場ご来場お待ちしております。入場無料です。お疲れ様でした皆さん、お疲れ様でした。変えていきましょうね。もうこんな社会変えるしかないじゃないですか。それを変える力を持っているこの国の最高権力者の皆さんが、あなた総理大臣なんて雇われ店長しかクラスでしかありません。今現在雇われ店長はアメリカに渡って日本の国益を切り売りしている真っ最中でございます。このような雇われ店長はさっさと首を切る必要がある、そう思いませんか。日本経済を復活し30年の不況を終わらせる、そして若い老いも若きも夢を見れる希望が持てる日本にみんなで作り変えていこうじゃありませんか。いかがですか。じゃあもう一丁ラストコリッチュですよ。みんなで変えるぞ、みんなで変えるぞ、私が変えるぞ、私が変えるぞ、あなたも変えるぞ、あなたも変えるぞ、みんなで変えるぞ、みんなで変えるぞ、日本を変えるぞ、日本を変えるぞ。ありがとうございます。